優勝の廣田さん、そして前東さんがいらっしゃってるんですけど、おめでとうございます。あ、どうもありがとうございます。毎日の、大変な練習の成果 100% 出ましたか、今日は。昨日よりは良かったですけれども、やっぱり調整の、やっぱ8月に向けての調整の段階なんで、100%とはいかないですけれども、まあ、90%のち、8月にもう一つありますね。はい、そうです。じゃあ、そのスタートとしては今回は良かったですね。良かったと思います。なるほど。前東さんは今日はいかがでした？そうですね、もうともかく失敗がないようにってとても思ってまして、失敗するので有名でして、はい、意外と悲観的ですね。ね、そうなんですよ。みんながわーってどうしてくれんのとかって言うんですよ、失敗でね。それで、まあそれはなんとか達成したようですね。そうですか。前東さんはもうキャリアが長いんですね。武術始められたきっかけはどうして？体を動かしたかったので、母が太極拳一緒にやろうとか言うんで、くっついていって、で、太極拳最初始めたんですよ。それがまあこの世界を知ったきっかけで。ひろとさんは？僕は9年目なんですけれども、9年目。人と変わったことをやりたいなと。21歳ですね。まだ若いですよね。毎日どんな練習するんですか、具体的には？いや、どんな練習って、大体一緒ですよね。基本こう柔軟やって、基本こうやって、で、あとはこの規定投路の練習みたいな感じ。あと自主的に筋肉トレーニングなんかを。やっぱりウェイトトレーニングなんかもあるわけですね。そうです。なるほど。女性ですとやっぱりこう身軽でない、もう男女とも比較的ね、お二人とも小柄といったらあれですけども、ダイエットですとか食料のなんかそういう制限もあるわけですか？ないですね。どんどん食べてもやっぱり相当な燃焼量で。そうですね、別に特別食べて太るわけでもないんで。やっぱりもうずっと続けていきたいなと思う、この武術の魅力って何でしょうね。やってもやっても果てがないというか。 同じですね、上がないっていうか。今日はね、優勝したというわけなんですけども、この技術的な分と精神的な分、ものすごく大きいでしょう、武術は。そうですね、だからやっぱ練習でこの道路を全部通すのと、やっぱ試合とでは全然違うんで、やっぱ試合終わった後はすごい疲れますね。長い練習をやっていて、ほんの数分ですからね。そうですね、なんか気の強さがどこまで持つかみたいなね。やっぱり気が強い。 いや、僕は弱いです。 そうですよね。ますますもう気を強く持って、これからも健闘期待してますので、頑張ってください。どうもありがとうございました。ありがとうございました。